生には師匠が必要っていう話ですね。少し前のご法話で、生き方の師匠はお釈迦様であり、社会の中では生まれてからこれまでいろいろな人に教わってきましたという教わってきたのだと聞きました。生き方の師匠はお釈迦様であるのは分かったのですが、会社などで教える側、先輩、上司の人格がどうしようもない人であった場合は、その人に従う必要はあるのでしょうか。人格を否定されるような扱いを受けても先輩として上司として敬わなければならないのでしょうか。そのあたりが分からなかったので教えていただきたい、はい、ポイントはこれなんですね。我々は赤ちゃんとして生まれた時から、まあ、伊藤に教わって教わって、死ぬ瞬間まで、まあ、どうしようもなく、これは抜けられない状態なんですね。魚で生まれたら死ぬまで水の中にいろと。余計なことするなよってことな、ような状態になるんですね。人間で生まれたならば、あんたはもう他人から教わってもらいなさいという条件からはちょっと抜けられないんですね。まあそれを理解してください。だから人を尊敬する、敬う場合はそういうのは特別ケースなんですね。人類を敬ってくださいって言ったらいい加減な言葉なんですね。先輩だから敬いなさいと言ったら、これって無責任ないい加減な言葉なんですね。だからそこら辺で理性を持って考えなくちゃいけないんですね。例えば年齢が上であっても、自分が教えてあげなくちゃいけない人々も出てくるでしょうね。時々高校生なんですけど、40歳のおじさんにこういうふうにやりますよと教えてくれる場合もあるでしょうね。だから例えばこの大人たちがね、いろんな学校を作ってやってるでしょうね。カルチャースクールみたいなところでね、そこでカルチャースクールで生徒を通して入った人々はもう65歳、70歳とかね、教える人は35歳だからね、まずその人は一人一人の年上の年配でね、ご挨拶させて、敬ってから授業始まると、なんか話にならんですね。だから、そこは理性で理解してください。教える先生は35歳ですけど、もう生徒が、まあ、73歳やとね、しょうがないんですね。生徒通していなくちゃいけないんですね。相手のことを先生と呼ばなくちゃいけないんですね。だから、敬うということは仏教はそうやって合理的に見ていることなんですね。だから社会は複雑ですよ。それを理解して複雑さに合わせなくちゃいけないんですね。で、会社でどうしても上司がいて、上司がいろんなことも教えなくちゃいけない。もしこの上司の性格が悪くて、上司の指導通りにやっちゃうとダメになる場合もあります。会社が損する場合もあります。もしかすると上司がこう部下のことを嫌いで、まあこいつはクビになるようにしてやるぞと間違った指導する可能性も世の中のことだから、これはあり得るんですよ。だから自分自身がこのどう対応するのかっていうことは、自分自身の学んだことを実行することになるんですね。だから私は幸せに生きるために学んでいきますと、この会社の上司が言う通りにやっちゃうと幸せに生きるところか、私がクビになって、あるいは会社にまあ損害与えてて逮捕される羽目にもなるかもしれませんし、だからいかにそれは避けるのかと、で同時に上司の指導はちゃんと聞いてるようにもうどうすればよろしいのかということを自分自身で考えた方がいいんですね。だからこの先輩は言うことを聞くんだけど、先輩は言うことを何でもかんでも聞くんじゃないんですね。いつでも
自分の幸福、社会の幸福、周りの幸福ということは、決まる時の、指導を受ける時の、なんて言いますか、このガイドラインでしょ。で、それに合わせて、このフォーメットに合わせて、指導を受けなくちゃいけないんです。だから指導に場合でも最近の言葉で言えばそれなりのアルゴリズムがあるんですね。いわゆる成長あるいは幸福幸せ何でもいいんですそれは。でそのアルゴリズムに合わせて指導を受けるんです。アルゴリズムに合わないいわゆる成長ではなくて落第と言えないね、交代するアドバイスをするしたと。言ったらその人はもうどうせもどうせだから、はい、わかりますと言って、それは自分のプログラムから実行しないで削除しなくちゃいけないんです。だから、はい、受理しまったと。向こうはインポートするものだから、自分のアルゴリズムにそれはインポートする。インポートしてもそれは実行するかと判断する場合は、アルゴリズムに合わないんだから、そこは削除する。で、そういうふうな生き方は誰だってしなくちゃいけないんですね。ですから、例えば、あまり、で関係に応じて否定した方が良い場合もあります。だって会社ではまずいかもしれませんだけど、例えば誰かがこのある生徒を宣伝してくる。この生徒の方がすごくいいですよ。こちらにあんと入って応援してくださいとかね。自分の政治的好みは違うんだったら、その人と議論して、あるいは議論もしないで私はもう違いますよと帰ってちょうだいと一発で否定することもできます。その場合は相手が別に自分を殴ってくれるわけではないし自分会社で自分をクビにさせることでもないんですね。だからまあそこはその、まあ、臨機応変で考えなくちゃいけない。この否定してもいい時もあるし、ああそうですか、よく分かりましたと一度するべきところもありますし、じゃあそのうち考えますというふうに否定する場合もあるし、まあいろいろですよ。はい。それでこの新興宗教みたいに迷信的に敬う必要はないんです。敬う場合も敬うために値するのかとチェックしなくちゃいけないんです。それ全て合格しているのはお釈迦様だけで、でお釈迦様は人生の先生だからお釈迦様の場合はもう言ってるおっしゃってること全て完全で。もうしょうがないんですね。それでも我々はお釈迦様おっしゃってるものは全部やってないんですね。自分でいろいろこれならやる、これならやらんと決めてるくせに。あれほど偉大なる師匠なのに。だから即世間のことは言うまでもないでしょうね。お釈迦様の教え経典読んでみると我々やってないんですね。その通りにやってないからって反仏教ってそうじゃないんです。真剣真面目に仏教徒なんです。生徒なんです。だから完全たる教えなのに純金のようにあの99.999 ではなくて 100% の純金の教えなのに我々は自分勝手で自分のアルゴリズムに合わせて受け取っているでしょう。だからまあ即世間なことは言うまでもないでしょう。はい、はい、ありがとうございます。